Okay. I'm okay. Hello. Hello everyone. My name is Azukai. どうもこんにちは、あずかいです。今回はですね、またまたインスタグラムで募集させていただきました、みんなの好きなタイプを教えてください。イエーイ。皆さん恋愛とかってしたことありますかね、まあ、恋愛はさすがにないと思う。あずかいの視聴者なんて、あずかいの視聴者が恋愛したことあるはずないもんな。一方的な恋くらいならしたことあるんじゃないかなって思ったんで、今回こういう感じの題材で動画を撮らせていただくんですけれども、いつも通り何百件とか来たんで、それを今回は見てってね、みんなの好きなタイプ、異常の性癖を教えてもらいたいなって思います。それじゃあやっていきましょう。今の彼氏みたいな人、そのまま幸せでいてね。俺がその幸せをぶち壊しに行くその時まで。女の子は見た目がギャルっぽいけど優しさ溢れてる子好き。漫画じゃないんだからいるわけないだろ、そんな人。生きてる人、ネクロマンサーとかなりわいにしてる人、普段死体とか扱ってんのかな。預かいよりいい人、なかなかおらんぞ。顔が青い人ですかね。俺か。青い顔のお面の人、俺か。顔面が青い、俺か。全身青色の四足歩行の化け物が好き、俺か。青くて特徴的な仮面をかぶって YouTuber やってる男子校の生んだ怪物、俺か。圧倒的顔面の良さ、俺か。動物の鳴き真似してくれる人、だいぶ特殊じゃない？4歳とかなのかな、この質問してくれた人は。年齢層が低い人も見てくれてんのかね。びっくりマーク、これ使わない人。えっぐいブーメラン刺さってるって、気をつけな。ものすごい殺傷能力の高いブーメランが刺さってくるよ。変わった趣味とかバカにせずめっちゃ褒めてくれる人。趣味バカにするのは良くないよね。それは確かに嫌だわ。でも限度はあるじゃん。エビフライの尻尾集めてる人とか言われたらさすがに引くもんな。言うこと聞かせて泣かせたくなるような人。クソド S いる。でも強めの女の子の涙はすっごいそそるものがあるのはわかる。乳がでかいやつ。もう全男子これだよね。めちゃくちゃ多かったもん、おっぱいでかい人がいいって。ニーソとかの上にちょっと足の肉が乗っかってるくらいのムチムチ。おお、わかってるね。わかってるんだ。さすがうちの視聴者。これ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 。こういうのめっちゃわかる。あれいいよね。ちょっとはみ出てる感じがね。わかるわ。最高。もう愛してる。ボンキュボーン。なんかもう爆発してるな、これ。でもわかるよ。いいよね。おっぱいもお尻も大きければ大きいほどいいんだから。容姿が少し幼い子。うちの視聴者だからか知らないけど、だいぶ犯罪者の匂いがするんだな、こういうの見ると。多分こういうの、スカイピースとかコムドットとかだったら、あー、なるほどね、とか、幼い子いいねってなるんだけど、なんせここはアーズ会だからさ、ロリッコンっていう言葉がすっごい頭をよぎるよね。スポーツできて勉強は中の下で、笑顔可愛いやつ。あと顔面偏差値高いやつ。すっごい強欲だね。こういうこと言ってる人って絶対いい人とは巡り合えないからね。天真爛漫でお人よしな人がお姉さんみたいな人。うわー、どっちもいいな。どっちもいいな。預かりはどちらかというとお姉さん派なんだよな。しっかりしてる人っていいよね。わかる。めちゃくちゃいい。なんか本当に自分のこと好きなのかなって思っちゃうくらい無頓着で、他のことはすごいしっかりできてるお姉さんとかいいよね。本当にね。もう何を言ってんだ俺は。監禁してくれるロリの社長令嬢。ほらほら、さっきの上位互換いたよ。こういうの、こういうの。預かりの視聴者、こういうのいるからさっきのも怪しく見えちゃうんだよ。いいね。監禁、ロリ、社長令嬢って、もうこの3つが合わさってるからね。もう無敵よ。誰が勝てんねん、こいつに。戦闘力2億だろ。いつでもやらせてくれる人。性欲の権限もいます、うちは。様々なジャンルのヤバいやつ集めてるのがアーズカイなんだから。変態御用達チャンネルだからね、皆さん。虫、格闘。あ、ごめん、タイプってそういうことじゃない。ポケモンじゃない。好きな人のタイプ。あ、ごめん、ちょっと理解ができなかったな。筋肉ムキムキ。腹筋あると死。細かくても可愛い。アズくんみたいな人は、えいえい、ムン。うるさ。絵文字うるさ。でもこういう女性ってなんやかんや見た目よりも自分のこと大好きでいてくれる人が一番好きそうだよね。ディスってるわけじゃないからね。本当に素で思ってること。なんか、すごい好きでいてくれそうだよねっていう。はあ、いいな。高身長ウルフお姉さん。ウルフ。女性のウルフってなんであんなに可愛い？もうめちゃくちゃ可愛くない？女性のウルフって。ちょっとごめんね。近頃さ、VTuber さんのなんか新衣装とかもさ、結構ウルフ系多いじゃん。あれめっちゃいいよね。やっぱウルフって神だと思うんだよな。女性のウルフめっちゃいい。うわー、もう最高すぎ。最高すぎ、ワロタ。ショートカットが似合う人。ぶっちゃけ髪型ってさ、似合ってれば何でもいいんだけど、ショートが似合う女の子、本当に最強なのよ。ショートの似合う似合わないで、で、その似合う方を勝ち取れた女の子ってもう顔面最強だからね。で、俺はロングも好きだからね。結局似合ってる髪型が一番ね、いいと思います。些細なことでも感謝できる人。俺ご飯食べてめっちゃ美味しい時とかの感謝の仕方あるんだけどね。美味しいや。私も潔癖症なので付き合ってください。人間の好きという感情の裏には様々な汚いものが混じってるから、ちょっとそれは無理ですね。手があって足があって顔がある。
体育で失敗した時にドンマイって言ってくれる人。ドンマイ。何お前鉄棒もできないの。はあ、俺も逆上がりできない。誠実で尊敬したくなる人。誠実な人が好きって子集まれ。全員まとめて愛してやる。死んだ幼馴染に似てる人。ほんとこういうなんかなんて言うんだろうね、こういう人の死とかさ、人が死んだこととかちょっとあんまり恥ずかいのチャンネルに向いてない気がするんだよね。人間の生死の話題が出ただけですっごい空気変わっちゃうから動画って。最近好きになった人が全員ボブだということに気づいた。あーボブね。一つ下ですかね。あ、次元の話です。ってことは、6次元。蛙化現象って言葉を使わない人。素晴らしい。その言葉を待ってた。幾度となく俺動画内で言ったけど、蛙化現象って言葉ほんと嫌い。何あの理不尽の極みみたいなやつ。蛙に謝れ、ほんとに。キモいよね、財布出しただけで、フードコートキョロキョロしただけで。ね、でも何を言ってんだ、お前は。金が出すから、てめえが取ってこい。お前が取りに行ってる間、帰ってやるからな。適度に変態。ああ、まさしく俺みたいな人ってことか。吉沢亮。そりゃそうだよ。吉沢亮君と平野翔君は男でも好きになるんだから。マジでかっこいいよな。何あの顔面。強すぎ。24時間監禁されたい人。あ、そっちを募集してるタイプもあるんだ。珍しいな。制服にタイツ履いてる子の破壊力は異常。バイ男子高校生。それだ、それな。おい、わかるか、制服にタイツって。あのスカートから覗く黒いタイツがなんと美しいことか。ミケランジェロもびっくり。レオナルド・ダ・ヴィンチが現世にいたらすぐに描くぞ。あれだけで世界救えるって言っても過言ではないからね。髪が綺麗。髪が綺麗なら俺も負けてないけどね。サラサラだからほら見て、すごいでしょ。誰も気にしてない影で頑張ってきた人。いいよなー、すっごいわかる。その頑張りをさ、感じさせてないっていうのがすっごいいいんだよね。でも裏でめちゃくちゃ努力してるとかかっこいいなって思う。めちゃくちゃわかるわ。好き、そういう人。でも本当に頼ってほしいと思う。頼むから。何も言わずにじゃなくてしっかり頼ってほしいよね。 G 以上、人間としての品格がってこと。俺の彼女って言ってみたい。俺もってことでね、まあいろいろなみんなの好きなタイプとかを見ていったんですけれども、いかがだったでしょうか。今回ちょっと短めの動画になっちゃったんですけど、ごめんなさい。いっぱいいろんなね、好きなタイプ聞けたね。本当に特殊な人がほとんどだったけどね。でも結局さ、好きになった人が好きっていうのがこの世じゃん。それで人間はこうはらんでずっと繁殖して今の地位を築けてきたわけだからね。あずかいみたいな6年間で1回も、てか生きてきてから1回も恋愛したことないやつがね、こういう感じの動画を撮ってみたんですけど、やっぱわかんないこと多くかったね、結構。え、何それみたいな。すごいいっぱい意見とか来たけど、あんまり活用できなかったのはちょっと残念かなって思っちゃった。ただちょっとマジな話すると、僕 YouTube が好きすぎてさ、今最後に自分の恋愛観の話を少しだけね、ほんのちょっとだけさせてほしいんだけども、今僕 YouTube を愛しすぎてんのね。だって頑張ったら頑張った分お金もらえるんだよ俺。そんなんさ、恋愛とか言ってられなくないって思っちゃうの。それは恋愛に対して強い憧れはあるけどね、やっぱもうほんと性格の問題なんだろうね。お金が入ってくるとめちゃくちゃ生活が潤うんだ。楽しくてしょうがない毎日。お金をバンバン使うとかじゃないのよ。お金があるっていう状況下においてすっごい心が潤ってくるの。だから一旦 YouTube 一筋なんだろうな、結局。恥ずかいって本当に悲しいやつ。これから新学期を迎えるって人がね、いっぱい多いと思うので、学年が上がるわけですから、中学の人が高校になる、高校の人が大学になるっていうね、人も多いと思う。周りの環境が変わり、去年できなかったこととか、できるようになる年になるといいですね。ごめんね、ちょっと語彙力が足りなくて。青春、皆様満喫するように頑張ってください。ってことで、今回はここら辺で終わりたいと思います。Twitter のフォロー、そして Instagram のフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それじゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。みんなはちゃんと恋愛するんだぞ。